おかしいな。この結録音容量、これといって特別なところなんてなさそうだぞ。確かにそうみたいだ。だがかすかに法力の回復を感じる。ちょっと待て、あそこを見ろ。市庁内に人が？それは少しおかしい。一般人がこの秘境に入ることはないはず。お、誰かと思ったら君たちだったんだね。さっき足音が聞こえたから、どんな奴らがこんな危険な秘境に入ってきたのかと思ってたんだ。ああ、お前だったのか。そうさ君の声を聞いてすぐわかったよ。久しぶり、旅人。講師、なんでお前がここに？もしかしてこの秘境はお前の仕業か？誰だ？講師？こんにちは。俺のことはタルタリアと呼んでくれ。俺は、オイラが言うぞ。こいつがここにいるってことは、これから悪いことが起こるってことだ。おいおい、こんな久しぶりに会ったっていうのにその言い方はないだろう。と、お前が一番わかってるはずだぞ。でも深淵は講師が起こしたリーユへのいざこざを知らないはずだよな。このお嬢さん、身なりは特殊だが、リーユエ人のようだ。実は、こいつはオイラたちがモンドで知り合った冒険者の友達なんだ。え、このタルタリアってやつ、いつも物事を台無しにしちゃうんだ。危ない状況だって分かっててもなりふり構わずやる。ああ、そうだった。そうそう、俺は冒険者なんだ。この前旅人とパイモンにいろいろ迷惑をかけちゃってね。悪、モンド人だったのか。こんちは、あたいは深淵、リーウェ人で好きなものはロックだ。いやあ、よろしく。君もこの秘境を探検しに来たのか。ああ、あたいたちはこの秘境で魔物が暴れてる原因を探してるんだ。この式大将によれば、ここは結録音容量と呼ばれる秘境で、中にはいろんな陰陽術で創造された危険な魔物がたくさんいるらしい。危険な魔物を外に放つ秘境か。俺も偶然ここに入ったんだが、ここの秘密にはとても興味がある。真実を探求することは冒険者の性分だからね。俺は喧嘩ならすごく強いんだ。旅人、どう思う？おいおい、俺がいらないだなんて言わないよね、旅人。ああ、ありがとう。式大将の記憶を取り戻す助っ人がまた一人増えたな。式大将、君たちのそばにいる小さな紙人形のことだよね。実に愛嬌のある見た目だね。シンプルな姿、滑らかな顔立ち。僕を褒めてるのか？そうだな、褒め言葉として受け取っていいと思うぞ。そうか、なら僕も新しい仲間に現状を説明しよう。君はここの漁師だって言ったけど、俺がここに入った時は君を見かけなかった。そうだと思う。兄ちゃん、多分それはあんたの動きがすごく早かったか。兄ちゃんいいね、その呼び方。とさっき聞いた情報からして、式大将はきっとこの秘境の番人だろう。そのことはすぐ確認できるはずだ。式大将はこの秘境に入ってから法力がずっと回復していると言っていた。式大将、何か思い出したことはあるか？式神の全ては不術に由来するという。力が強ければ強いほど記憶が戻る可能性も大きくなる。領内に戻ってからなんとなく
この秘境の一部を制御できるような気がしてる。この部屋の魔物はもう俺が片付けておいたよ。戦いは楽しかったけど、俺は前へ進む方法を見つけられなかった。試してみよう。勝つ！お、扉が開いたぜ。なんか背中がゾクゾクする。魔物の気配だね。ここの魔物はとても強い。前方で俺たちを待ち受けているのは過酷な戦いだろう。強敵だろうとなんだろうと、あたいが全部焼き尽くしてやるぜ。じゃあオイラたちを守ってくれ。特にオイラを。音が鳴り響いているのが聞こえる。ここはかつて、僕の領域だった。僕は戦える。みんな、戦闘に関する記憶を思い出した。式札と陰陽術で君たちと一緒に戦わせてほしい。行こうよ。風だ！健康よ、世の乱れを切り尽くせ。瞬く間に、そりゃ裁きの雷。御霊には四魂、巴には三重。陰陽術は邪悪を払うもの。心して使えば武人も活用できるようになる。その奥深さは全てこれらの式札に隠されている。逃げようなんて思わないでよね。高所決起。逃げ道はありません。遺影のごとく逃がさない。ディア、あっ、こっ。しかし、なぜ人々はこの秘境で戦うのだろうか。ここへ来る途中、ボロボロになった式札や様々な兵器を見た。それと、焼き魚の匂いも。これらは、一体誰が残したのだろう。風だ！どこから？私は。裁きの雷。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。瞬く間に。行こうよ。やっ。そりゃ。
逃げようなんて思わないでよね。私は甘く。ここだよ。逃げ道はありません。逃がさない。やってや。そりゃ。ここより弱滅の時。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。逃げようなんて思わないでよね。急がないと。行け。足元に気をつけ。稲光、すなわち永遠なり。のイカズチ、逃がさない。陣営のごとく。ディア、急がないと。この身、ここより弱滅の時。勝つの。風だ。そりゃ。
世の乱れを切り尽くせ。ここだよ。無我の境地。ストップ。ストップ。ここより弱滅の時。実に悪くない。これほどまでにスリルな戦い、かつてあの場所で経験したもののようだ。なんか興奮してるみたいだな。もちろん、俺は終わらない戦いを楽しんでいる。おお、講師を連れてきたのは確かに正解だったかもな。足元に気をつけろ。おい、あれ、地面の上に小さな紙人形が。僕はこれが何なのか知っている。これは僕の託本。これを回収しよう。どうだ、何か思い出したか。春之助。春之助？噛むな春之助。僕の彼は稲妻最初の陰陽師であり、武術を熟知していた。君の主はやはりここの創造者だったんだ、ね、でもそいつがあんたと秘境を作った目的は何なんだ。すまない、今はまだわからない。ただの陰陽術マニアなんじゃないか。自分の陰陽術がすごいって知ってこの場所を作った。それでもっと強くなるために。それはあるかもね。学術に執着する人はいつも驚くようなことをしでかす。例えばそのカムナ春之助という人、彼は陰陽術に酔いしれ、自分を鍛えるためにわざわざこの秘境を作った。しかし秘境に異常が起き、陰陽術が暴走し、式神を魔物にしてしまった。式神が魔物になるのか？嘘だろ？ろくでもねえ話じゃんか。ただの想像だよ。だってここには式神も神札以外の媒体もないんだから。
こんな大事が起こったら稲妻当局はきっと気づくはずだよね。いや、僕はまだ春之助の面影や彼といた感覚を思い出せはしないが、彼の才覚からして陰陽術の領域でこれほどまでの過ちを犯すことはないだろう。そうかい。そうなるとあとはあまり良くない推測しか残ってないよ。仮にカムナ春之助が悪人で、この秘境を創造したのが陰陽術を強化することで、そうなれば彼は正真正銘迷惑極まりない人間だ。悪人の共犯者。おいおい兄ちゃん、今結論を下すのは少し早いんじゃねえか。式来将はあたいの試験に合格したあたいにとって信頼できる相手だ。ただ式来将の記憶から推測しただけだよ。確かに今はまだ決定的な証拠はない。それに兵器にされることも別に悪いことじゃないだろう。あの扉をくぐり抜ければ次の部屋に到達できるはずだ。式大将の拓本を探してみよう。もしかしたら最深部でカムナ春之助本人に会えるかもしれないね。引き続き進もう。Thank you.